だかんだ最初グダグダしてたけど、そうそう、本来こういうもんなんですよね。おお、ここまたリーコング、もう護衛堂って書いてた。あ、護衛残し OK。これ左の部分にが地続きなので、地続きって毎回すげえ言いにくいけど。あー、大雨、スネークイーター。あー、ここ流れる、流れんのかこれ、マジか、マジか。いやー、それは聞いてない。ならドンキーコングで来なかった、ならばドンキーコングで来なかったが、あー、もうやりたい放題。これどうする、ここね、天空メテオすげえしづらいんよな。なぜなら、この上のね、この高さミスったら上の台にすげえすぐに乗っちゃうんよな、ここ。むずくねですけど、これ。どうしよう。とりあえずアイクやりますか。同じような見た目のやつが4人おるんよな。どれが護衛ですか、どれが本物ですかって感じなんですけど。まあ、それが忍ぶものっていう、このキャラ設定に合うてるってこと、これ。誰かにこの変装してるっていう。上に乗っちゃうよな、これ。うわー、こうしたいて。どうするこれ、どうする、どうするこれ。あ、ドンキー用の生物横にいましたね。あいつ食うよな。どうしよう。あいつの上にすぐ乗ってたら食われるから、チャット運んでチャットドンキーする。ね、ドンキーするってなんか、インゴみたい。インゴみたいですけど、獣のようにするってこと。よかった、誰も見てない配信で。誰も見てないから僕こんなこと喋れてるみたいなところあるからね。とりあえずあいつが来るまで耐えるか。大丈夫？さっきも見た、全く同じの。いやー、右のチャッピーが来る。チャッピー？チョッピー？どっちですか？チャッピーか。チョッピーは、あれですね、声優の西明日香さんが実家で飼ってる犬の愛称ですね。はい。もうこれずっとやっとくか。あ、これ、もうね、シャトルランのようにね。来た！チョッピー？チャッピーでした。西明日香さんにならずに。うん。ここは？あー、そこしか、これ。しか、これ4分の1引き当てない。あ、今のやろう。今ので、あの瞬間に投げる。食われた瞬間に死ぬんやったら、それでいいやん。4分の1引き当てて、ドンキーコングで掴んで、チャッピーの口の中に運ぶ。これです。どいつかわかるか、これ。パーセンテージで。ちょっと待って、でもその前に死んじゃう。そんなことしてる前に死んじゃう。どれ？これ。いや、じゃない。こいつか。違う、ドイツ？ドイツ？わかんない、わかんない。わかんない。とりあえず誰か掴もう。とりあえず誰か掴みたい。ここだ。おお、危ない、危ない。来い来い、誰か来い。あ、ちょっと待って、バナナなんです今の。僕ちゃいますね、バナナなんすわ。先輩、その冗談きついっすって。まあ今の感じでいこう。もうなんか、まあこのダメージ食らったからあいつ持ち運びましょうみたいな、じゃなく適当に4分の1見繕って掴んで、あのバケモンの口の中に放り込みましょうや。それでいこう。もうとりあえずずっと逃げ、逃げるは恥だが、なんとやらスウェーデンかどっかのことわざらしいです。いたたたいたたたいたたたた、 106% 無理ですって、運ゲーすぎる。うん、早く来てくれチャッピー。いや、死ぬよな。最初の方結構な高確率で生き残れてたんやけど、だからこれな、コンピューター側も学んでるんじゃないかなって思うよな。なんかそれこそさ、僕同じスピリット相手に何回もチャレンジするみたいなことが結構あって、その時とかね、さっきまで通ってたらタクがね全然通らなくなるような、これってつまりそういうことなんじゃないですかって僕は思ってるんですけど。痛い、死にたくな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 い。誰か掴みたい。いや、死なん大丈夫。まずそもそも掴むところまでがかなり長いな。どうしても俺はそのやり方で倒したい。4分の1をまず引き当てないといけない。その掴む段階で4分の1を引き当てて、そこから掴んで投げるっていうね。掴むまでが長いし、4分の1を引き当てるのも難しい。そして向こうに運ぶまでも難しい。結構な難関が何個もある感じ。テレビ番組で言うならサスケですね。テレビ番組で言う必要全くない。ナイス、ナイス。上、今日うますぎる。いや、痛い。崖掴んどくか、ここ。この方が安全か。気づいちゃった、わーいわい。気づいちゃった、わーいわいやん、これ。来た、いいね、ここ安全。オッケー、アンチ見つけたね。ここでずっと待っとこう。さっき天空するときにさ、台が近すぎて、ここは天空決めづらいよっていう、天空メテオ決めづらいよっていう話をしてたんですけど、台が近いっていうことは、相手もこっちのことを攻めづらいっていうことなので、ここで待とう。ここで待つのが、結局正解。来たー。決定きましたけど、今。激流を下りながら、僕は決定きました。スネーク君。見事なもんですけど。あ、蹴っていきます。彼ら激流を利用して僕を蹴っていきます。君ら言い過ぎ。誰か、
星3でね、星3で詰まるのが一番ダメなんだ。星3の中でもまあ結構難しいっていうキャラクターはね、スピリットっていうのは存在するんですけど、いやそんな難くないと思うよな。でもこの方法が成功法なんだとするのであれば難しいけど、絶対他に方法あると思うよな。あえて僕がね、茨の道を選んでるだけなんだと思ってるんですけど。じゃあこっち来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い。あ、いいよ、ナイスやん。ね、2回目。ああ、入れ、おい。どこ。マジでね、これ敵4体もおるのあかんわ。さっきようマジで一発で掴めたね。あそこで一緒に心中しようとしてたんやけど、あの瞬間に投げていて、しかもそれが正解のスネークであれば、あの瞬間にこのゲームは終わっていたんです。そのぐらいに、僕は悔しい。でも、背中押してあげない。そのくらい本気だったって感じ。ね。いやー、今の、でもさ、みんなも考えてよ。ドンキーコングで、この4分の1の、この護衛じゃない本物のスネークを掴んでさ、チャッピーの口の中に放り込んで、ビクトリーってなった時の気持ちよさよ。想像しただけでね、本当にもう、射精しました、僕。ここで、掴みたい。誰か来い。あー。あぶね。なんでやねん。チャッピー？オッケー？まだまだ。いや、行った。来いって。いや、まだ、チャンスある。なんか、あいつじゃない。なんだそれは。なんか食われたやつおった。でも大丈夫。これでね、あそこに行けば食われるということが分かった。だから、ちゃんと正解のやつを掴んで投げて、あいつの胃の中にぶち込んでやれば、25% の確率で俺はこのゲームにクリアできる。勝てる。でも正直ああいうラッキーでね、倒すんやったらね、僕はドンキーコングじゃなくていいんだ。結局ドンキーコングのつかみで、こう運搬して、あいつの胃の中にぶち込みたい。それが僕の望み。それが僕が生まれてきた理由。なるほどね。オタクの工場みたいなこと言って普通に踏まれて死にましたけど。あるよ。もう一回口開けて、もう一回口開けて。ナイス。ごたごたしてるときに、はいっつってね、ほら、愛人に並んでほしい。急に愛人になるな、体を。愛人にさせんな。ごたごたしてたら体愛にしてもええやろちゃいますね。スネークイーターっていうこの曲が、ねえ、だんだんとね、この闘争心を駆り立てるね、いい曲です。うん、お、なんか死んだやつおる。来た、ラッキー。3分の1。33% まで確率は上昇してます。ここで掴めれば大手から、フォーのチャンス今お前わあ、ちょっと待って、投げれんかった。もう一回口開けろ、もう一回チャッピー帰んな、お前帰んな、絶対帰んな、帰るなって言って、ちょっとマジか、お前、俺もう一回作るまでここで耐久すらあかんとか、大丈夫か、できるか、耐久できるか、耐久できんのか、お願い、早く来て。お、なんか死んでる。50%。今、チャッピーが来て投げることに成功すれば 50%。危ない。ありがとう、チャッピー。助けてくれた。うん。もうちょっと、ここで。危ねえ。あ、今の当たってたら死んでる。うん。早く口開けて。早く。なんで帰って、マジで。違うって。ちょっと待ってくれ。帰んだって、口開けてから帰れって。今マジでチャンス、なんか二人自滅してるんやけど、もう一回ここで待つ、ここでもう一人ぐらい自滅してくれへんかな、ほんだら確率 100% ないけどな、ね、でもそいつが死ぬのは違うよな、なんかようわからんやつが自滅してさ、危ねえ、そいつが本体でした、ちゃんちゃんじゃないよな、ナイス、危ねえ、死ぬ、危ねえ、219、チャッピー、口開けて、ああ